あれですはね。はい。私は松井一郎と言います。調査報道系列の国際ジャーナリストです。普段はですね、国際情勢というものを記事でもって発表しているんですけど、今回ちょっと緊急ですので、動画でもってですね、配信させていただきたいと思います。あれですね、テーマはですね、この1ヶ月にわたる、この1ヶ月間ぐらいのですね、バングラデシュにおけるところの動向ですね、それで今はどうなっているのか、今後の見通しはどうなのかということについてですね、現地から報告をしていただきたいと思います。バングラデシュというのはですね、最近日本とですね、お互いに仲のいい国同士でして、たくさん日本からもですね、訪問してます。日本の企業の人もたくさんですね、進出してましてですね、今回の何かこう、動向というのは心配だと思いますので、その辺についてですね、現地からの生の報告をしていただきたいと思いますけれども、報告してくださるのはですね、B さんです。日本の大学で勉強されまして、それから国へ帰り、ですね、バングラデシュ、日本のですね、交流のための架け橋として活躍されている方ですね。ですけど、まあ、今回はですね、政治的なテーマが強いですので、ですね、お声だけでのですね、出演ということにさせてもらいますので、よろしくお願いいたします。みさん、どうも今日はお忙しいありがとうございます。こちらこそありがとうございます。今日は8月8日の今、バングラデシュは何時でございますか？今、4時20分です。午後の4時。そうですね。日本の方は3時間進んでいるわけですね。そういうことですね。あれですね、バングラデシュは1971年にですね、独立してから非常に素晴らしい、歩みをやっている国なんですけど、一体何が起きたのでしょうか？この1ヶ月ぐらいですね、ちょっと簡単にご説明いただけますか。はい。まあ、今は学生暴動というんですけれども、だいたい1ヶ月前から学生の仕事終わり、英語でクォーターというんですけども、クォーター、学生さんが今、まあ、56%しか学生から国家公務員として選べないんです。残りの44%は、その時の、クリドンファイター、つまり独立戦争に参加した、そのフリードンファイターの、それから、少数民族とか、他の人たちのために保存されている。だから学生さんたちは、56%しか仕事に選ばれないことになってますから、彼らの要求を、71年にフリードンファイター、独立の戦争に参加した人たちは、ほとんど今亡くなっているし、それから、インチキなフィルムファイターが、中に入ってますから、その割り勘はなくしてくださいというが要求のボードなんです。なるほどね、はい。学生さんたちは、それをなくして、やり直してくださいという要求があって、政府はそれを抑えたんです。いつからで抑えたんです。学生たちは、学科大学の学生の指示で、他の大学にもその行動が、運動が広まって、結果的に全国に広まって、全国に復活したときに、政府は、まあ、今後、先月の16日あたりに、学生に関して、
ポリスを使って、いろいろ圧力をしたり、人を、刑務所に入れたり、ポリスによって撃たれたり、いろいろなことがありました。で、特に、6日に、先月の16日に、ポリスが、直接、に、撃ってる姿が、Facebook で全国に、全国の親たちも参加して、街に、駅に出てきました。それが、けども、それが、どんどん悪化されて、政府も、処分する。そして、カーフューしたり、休み、3日間オフィスが休み、全国がカーフューにして、それを抑えようとしましたが、でも、ポリスの人が何日にかけて殺されたから、一般の本土に参加して、今度は、一つのポイントにみんなまとまりました。それは、シェイク・ハシナ、つまり、を、やめてください。一つのポイントだけがまとまって、道に出たんですけども、で、そこもまた、ポリスによって、百何人も殺されたので、そして、軍隊も、他の、セキュリティの、軍が、それを抑えようとしたんですけども、結果的に、全国の人々がこれに参加しました。そして、月の5日に、シェイク・ハシナが、シェイク・ハシナが逃げてインドに、インドに逃げました。このような状況なんですけれども、で、今から、シェイク・ハシナが逃げたのは5日です。逃げたら、でも、軍事とポリスを使って、それから青海派の、シェイク・ハシナ支持してる、青海連盟の人たちも、武器で撃ったりしましたから、学生たち折り返しで、その人、シェイク・ハシナが逃げた後に、国全体がもう、なんて言いますか、盛り上がって、学生たち、議事堂とか、いろいろところから、いろいろところを壊したり、弾けたり、折り返暴動を起こしました。それは、5日から6日、7日まで続きましたけども、7日、政府が、できる、選挙政府が、できることをまとまったので、今は、平和になりました。よかったですね。そうすると、合計で何百人ぐらいの方が、亡くなったんですか？警察もとか軍隊も含めて、学生も含めて。5日までは約450人から500人死んだのは新聞に出た数字ですけれども、本当もっと亡くなってます。病院とか、それから新聞に出てない数を、合わせますと、2万人の人が、撃たれた。で、5日までは大体、
500人プラス何百人亡くなってると思います。え。ということは800人ぐらいですね。はい。大変な数ですね。この数は確かな数、誰にも言えないんですけども、そうですね。この暴動の後にも、火事つけたり、はい。それから、起こした学生さんたちも、棒で叩いて、殺した人が、6日にも、だからそれも合わせると、また何百、何百、108人、6日には108人亡くなりました。5日に103人ぐらい亡くなりました。ですから、まあ、全部合わせてやっぱりそうですね、700、800人ぐらい殺されてるんじゃないかと思います。7月と今でですね、合計でですね、はい。それで、今ですか、お話だと、次は選挙を行うわけですか、ハシナ前首相がインドからどっかに国外に逃げて、そして、あのですね、今お話になったところによると、近いうちに選挙をやってもう一回首相とかを選ぶわけでございますか？まあ、最終的な層になるんですけども、ええ。問題は、コンスティテューションというのは、国の法律ですね。国とか国家を動かす法律を、青海派が、300人の中に250人ぐらいの人が、議員なので、彼らは彼らの都合に合わせて法律を変えちゃったんです。その法律を変えちゃったおかげで、彼らはとても、勝手なことができました。だから、同じ勝手な法律が残ると、これ政権選んでも、まだ同じことが起きるんじゃないかと、疑いがあって、そうですね。運動を起こしている学生たちは、法律を、この一時的な政府、今、大体、今日で決まるんですけども、この一時的な、一番、リーダーになるのはドクター・ユヌスです。ノーベル賞もらったドクター・ユヌスが決まりました。ドクターイムスさんですね。ただし、他の14人も、その政府に、ですが、でも法律が今のままだと、世界の政府もまた同じことができる。なので、今はこの政府に法律をいろいろ変えて、そして彼らが例えば、3年から5年間いて、まあ、正直というか正確な法律を作ってから選挙をさせてください。という要求は学生リーダーたちがやってるんです。なるほどね。だけれども、法律では、それはどのようにできるか、法律的に問題ないのか、そういうことが今、いろいろ算されていて、まあ、本当に、今はドクター・ユヌスを首相に立てて15人の、政府ができるんです。で、
方は、不正ができないようなはい。選挙の仕方、はい。国も動かせないような、やり方を、これから要求されているんです。はい。ああ、なるほどね。ということは、あれですね、ドクター・イムスさんを中心にした、15人の暫定、臨時の、あれですね、内閣みたいなものが、今まであった、あれですか、青未来、これはあれですね、日本で言ったら、あれですね、与党ですね。用途です。はい。そうですね、その与党がやった、自分たちの都合のいい法律で今までやってた、その法律をいろいろと、その15人の方が中心になって変えたりして、そして次に選挙を行っていくと、そういうことになるわけですか。されます。そうですか。それではあれですね、ノーベル賞をもらったあれですね、ドクター、この人は大変、国際的有名な方ですね、イムスさんを中心にして、15人の人ってのはどういう方が選ばれたんですか？はい。それはまだ名前が出てないんですけれども、ああ、まだ名前は出たんですね。はい。今日夜8時にそれが発表されます。ああ、今日のですか。それは大変ですね。そして、発表する人たちが、それではですね、今までの与党の人たちがやったことを全部きれいに整理をして、そして、その後で、あれですね、選挙などを行って、国をもう一回再建しようという、そういうこと、そういう動きというふうに理解すればよろしいんですか？そうですね。学まあ、生さん今、たち、はい、どうぞ。今回のこの、まあ、今、みんなで新しい、バングラデシュは2004年に新しく独立しましたというように、今、広まってるんです。だから、この独立は誰の椅子からで、勝ち取ったかというと、学生の椅子からで勝ち取りました。スピーカーの椅子からでではないです。というようになって、じゃあこの学生たちは、まあ、8年の理由も、だいたい、20歳から25歳ぐらいの若い人たちが、が、チーフコーディネーター、そして、この運動を実施したんです。で、彼らが、今、バングラに一般の人にとってはヒーローになってます。で、彼らが優れていて、彼らが全国の学生の運動、つまり、4000万人の学生のリーダーたち。で、が、彼らの裏には大学の先生とか、インテレクト、人たちがいるんです。政治家ではない。で、そのインテレクトたちの中は、以前の軍事の、正直な偉い人、まあ、政府のトップな人とか、大学の先生とか、まあ、今まで、去年で、政府の悪いことに関して、反省した人たち。で、大体その人が上がれているんです。ああ、こなるのほど。15年の中に。ですから、とてもポジティブに、国民は夢見ています。あれですね、4000万の学生さんというのは、
あれですか、大学生も含めるけども、あれですか、カレッジの学生さんとか、ハイスクールの学生さんも含むわけですか？はい、バングラのはい。全体の人口は1億8000万人そうと言です。われているんですけども、ごめんなさい、先の計算はちょっと間違えました。その1がだいたい4.5分の1が学生です。1億8000万このうの、ちの5分の1ですね。ぐらいと言が、われているんです。これは、ハイスクールまで入ってるんじゃないかと思いますけども、どうもすいません、そうでし私。ょうね。すごいですね。やっぱり、社会を動かす原動力に学生さんが中心になって、なったんですね。そして、それに、後ろに学者とか知識人がも応援して、そして新しい流れができてきてるというわけですね。それで市民の人もみんなそれを応援していると。これは新しいあれですね、ものが生まれていくところの一つのあれですね、運動ですね、それではですね。このパターンはパターンです。上じゃなくて下から変えるという感じですね。そうですね、グラスルートの運動ですよね、そういった意味ではね。そうですね。ものすごい可能性がありますね。私も時々バングラデシュをですね、訪問させていただいて、すごいですね、人々のエネルギーというのを感じておったんですけども、そういったですね、なんか矛盾というのはね、表面的には見えなかったので、いきなりわーってね、ダッカの学生さんもですね、ダッカ大学の学生中心にして盛り上がった時に、なぜなのかなって思いましたけども、そういった意味においたならば、今までの、まあですね、56%ですかね、この人たちが、学生さんたちがですね、そういった意味では政府の仕事に、つけないという、そういうような現状が発火点になったわけですね、そうしますとね。それで今日の8月8日の午後の8時に、そのあれですね、ドクター・イムツさんを中心にした、まあ、有名な方ですね、ノーベル賞、この方を中心にして、15人の、まあ、委員というか、暫定内閣みたいなものが決まって、そして今までのですね、言ってみたならばですね、青未練のですね、言った悪しきですね、法律なんかを変えながら、国を変えていこう、そういうことですね。ね、まあ、今、野党だったいろいろな派もあるんですけれども、BNP 派とか、やられてきました。おお。ですから、だけども、彼らはこの何回起きても、政治のポリシーとか、軍事を使って、潰してきました。だから、まあ、支持者は彼らがものすごいあるんですけども、それでも、青海派が、2006年から5年間、その後でまたインチキを起こして、選挙して、まだ5年間、またインチキを起こして、また5年間、15年間続きました。なるほどね。5年間で、まあ、彼らは彼らなりの一つの道ができてしまったし、青海派支持するオフィサー、軍事とかオフィサーたちが、経営している一方になっているんですね。だから、
これを変えていくには、ものすごい、ますか、時間もかかるし、そうですね、はい。正直に、冷静にやっていけないと変わらないですよね。そうですね、わかります。はい。でもあれでですね。すはから、学い。生、暫定政権に長い時間をあげてください。はと声上げてるんですけども、い。はい。でも、いや、今、だった人たちは、いや、それじゃない。早めに選挙を起こして、政治家に任せてください。ような動きがあります。ああ、なるほどね。この辺は、この暫定政権はどうやって今後をうまく経営していくか、一つ大きな疑問があります。そうですね。確かに、はい。でも、この暫定政権の後ろには、4000万人というか、5000万人というか、その学生たちの支持がありますので、はい。それから軍事にも、ドクター・ユヌスの政権、私たち支持します。はい。サポートします。はい。はい。してるから。まあ、その辺でちょっと夢見てます。これからポジティブに変わる。そうですね、そういうふうになっていくと、そうするとあれですね、今まで亡くなったと数と言われている800人以上の方ですね、この人たちのあれですね、働きもそういった意味では叶えられるということですね。そうですね。それが大どうきな、まあ、今それが大きな題ですし、大きな、要求でもあります。そう願いですでもありね。ます。もうそれでだいぶ落ち着いたんでしょうけども、あれですね、日本から旅行などに行くことは可能なわけでございますね。将来。今から3日、あるいは1ヶ月前の状況が、みんなの胸の中にすごく不安感と怒りがありました。この何日、復活されたんですね。だから、バングラデシュはとても平和的です。そうででも、す。送るときは、とても、送るときは、すごく、まっすぐに送りますから、例えば命かけても、1ヶ月間、運動が続いて、何百、800人の人を殺されても、止まらない。止まらない。それでそうですも、ね。次やる。ただ、ポリスも負けた、軍事も負けた、みんな負けてしまう。そのぐらいの、もう持ってますので、でも、今回は、付箋の中の空気とガスが復活して出てますから、とてもいい気持ちというか、とても平和的にます。また、例えば、青み波に折り返しの、痛み、昨日も、一昨日もありましたけども、だん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 沈んできます。わかりました。そして、そのような、に関して、学生さんたちとか、BNP 派の野党のリーダーたち、イスラム教の、イスラム教の保護たち、彼らがみんなでコーラン、あるいはモハメドさんの、平和的な道を、宣伝してますか？こんなことあってはいけない。
モハメさんはこんなことは絶対しません。イスラム、あるいは、こんなことは絶対支持してないので、みんなでやめましょう。を守りましょう。というように今宣言。わかりこれ以まし上た。被害がないように。そうですね。また今の話をですね、私たちの方はそっくりそのままですね、日本の人にお伝えします。私の一切の解説を加えないですね。そしてまた何か状況があったらですね、またちょっとレポートをお願いいたします。大変よく分かりましたわかのりました。で、安心しました。新しい希望がむしろ生まれてきてるわけですね。ということですね。分かりました。それではですね、また報告というか、あれですね、これを動画でアップさせていただいてですね、まあ、私の顔でアップするんですけど、そしてまた、あれですね、今後の状況についてまたお尋ねさせていただきます。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。日本語であんまり話い長やいやいくや、なって非し常にまっよくたわんかりましたんで、どうもありがとうございました。本当はね、お顔が出せるといいんですけど、まあ、そういう状況ですからね、あれですね、またの機会で何かありましたら、お顔を出しください。どうもありがとうございました。